何千年も何万年にもわたって自分たちを取り巻く世界を観察し研究してきたので、私たちはしばしば未知のものなどもう何もないと考えがちです。結局のところ、私たち人間は長年の知識を蓄積する中で、動物について時に誤った時に不確かな固定概念を持つようになってしまっています。野生動物写真家のロベルト・ロージングさんがカナダ北部で撮影をしていると、地上最大の肉食動物ホッキョクグマの姿が近くに見えました。ロージングさんは彼の連れていたハスキー犬たちが襲われてしまうと思いました。しかし驚いたことに、ホッキョクグマは犬に向かって優しく鼻を鳴らし、犬はクマの顔をなめ返したのです。おそらくロージングさんの手元にカメラがなければ、誰も彼に起きたことを信じなかったことでしょう。有名なディズニーアニメライオンキングのイボイノシシのプンバーとミーアキャットのティモンはかなり現実に近い存在であるようです。アフリカボツワナのある自然保護区でよく似たペアが住んでいます。8歳のイボイノシシのミスピギーと6歳のマングースのモンゴです。もちろんモンゴはマングースで、ティモンのようにミーアキャットではありませんが、それでもこのペアとライオンキングのペアとの間にはかなり多くの共通点があります。ピギーとモンゴは本当に仲が良く、一緒に泥浴びをしたり散歩したりするのが大好きです。ピギーは子供の頃に車にはねられたところを発見され、この自然保護区に運ばれました。モンゴは車にはねられた母親と一緒に保護されました。この2頭が保護された当初からピギーとモンゴをよく知るボランティアスタッフのケイトリン・バンデ・バッレさんは、保護された動物たちは自分の種の代表者、つまり大使としての役割を果たしていると話します。これらの動物たちは自然保護区を訪れる人々に野生動物が直面している現況を伝え、保護活動の重要性について教えてくれています。このように重要な任務を背負いながらも、ピギーとモンゴは楽しく遊ぶことも忘れません。猫とイルカが友達になるなんてことがあるでしょうか。アーサーという名前の猫がアメリカ・フロリダのイスラモラダのウォーターパークである時初めてイルカに出会いました。サンダーとシロムという名前の2頭のイルカは見るからに猫の友達が気に入ったようで、猫と触れ合うことを喜んでいます。知能の高いイルカはそのうちペットとして猫を飼うようになるかもしれませんね。次の珍しい組み合わせは人間とワニです。ワニはモフモフでも愛くるしいわけでもありませんが、それでも例外的に可愛く見えることがあるようです。20年ほど前、漁師のチトさんが茂みに隠れる5メートル近いワニを見つけました。ワニは近所の農夫に撃たれ大きな傷を負っていました。チトさんは知らないふりをして通り過ぎることができず、ワニを助けることにしました。彼はワニを自宅に連れて帰り、ポチョと名付け、傷の手当てと身の回りの世話をしました。ポチョが十分に回復してくると、チトさんは自然に戻そうと思い池に運んで放してやりました。しかし思いがけないことが起こりました。ポチョは命の恩人の方に戻ってきてしまうのです。これを見てチトさんはポチョを続けて飼育することにしました。このためには環境大臣からの特別な許可が必要でしたが、さまざまな条件をクリアし、結局その後20年近くもポチョと幸せに暮らしました。ポチョはチトさんにとても優しく、傷つけることのないように慎重に接し、名前を呼ばれると反応するようにすらなりました。何千人もの観光客、科学者、動物行動学者がチトさんとポチョの友情を見にやってきました。2011年、ポチョは推定50歳で自然死しました。当然のことながらチトさんはポチョを失い、大きな喪失感に苛まれました。しかしワニがいかに親切で面白い生き物であるかを人々に知ってもらうための活動を今日まで続けています。イタリア人のジュストッチ夫妻は
森の中で飢えて死にかけているイノシシの子供を保護しました。ウリ坊はパスカリナと名付けられ、数年後には体重100キログラムを超える健康そのもので美しい大人のイノシシに成長しました。大人のイノシシは巨体で力も強いため、人間を傷つけたり故意でなくても殺してしまう可能性があります。しかしパスカリナは自分自身をジュストッチ家の一員だと考えて疑いません。ラファエルさんがソファーで休んでいると、パスカリナは彼の体の上に登り、柔らかい鼻を優しく押し当てて甘えます。南アフリカに住むシューマン夫妻が2頭のチーターの子供と暮らすことになったのは全くの偶然でした。子供たちの母親は自然保護区で4匹の赤ちゃんを出産しましたが、通常チーターは出産した子供すべてを育て上げることはなく、大人になれるのは約半数です。そこでシューマン夫妻は事前に2匹を保護することにしたのです。実は当時夫妻には2歳のマラン君と3ヶ月のケイラちゃんという小さな子供が2人いたのです。シューマン夫妻は昼夜を問わず2時間おきにチーターの子供たちにミルクを与え、ケイラちゃんにもほぼ同じペースで授乳、マラン君とも遊ばなければなりません。家中が大混乱でした。危険なはずの肉食動物はすっかり家族の一員となり、シューマン一家の家族同然になりました。それでも念のためチーターのバクーとスカイラは1歳になると裏庭の囲いに移されました。シューマン夫妻は近いうちにバクーとスカイラを自然保護区に戻すことを考えています。そこでは裏庭のスペースよりもずっと広く自然に近い生活ができるからです。ご覧いただいているのはシェフという名前の子犬が野生のアライグマの子供たちと一緒に家の裏庭で食事をする様子です。雨の日も曇りの日も彼らはいつも一緒のランチタイムを楽しんでいます。シェフは心が広く、アライグマの子供たちがお茶碗に手をかけても全く気にしませんし、アライグマの子供たちも節度をよくわきまえていて、結果仲良く平和なランチタイムが成り立っているのです。さて皆さん、今回はここまでです。どの動物の組み合わせが最も面白かったですか？ぜひコメントにお書きください。このビデオが気に入ったらいいねを押してぜひシェアしてください。ではまた次回お会いしましょう。